スポーツ漢字。漢字がどのスポーツを表しているか答える問題が全部で23問です。では始めましょう。第1問。これ何のスポーツ？正解はテニス。低球と読みます。庭でボールを扱うので低球と書くようになったとのことです。第2問。これ何のスポーツでしょう？正解はサッカー。蹴球と読みます。足でボールを蹴ることから蹴球と書きます。第3問。これ何のスポーツですか？正解はアイスホッケー。氷球と読みます。氷上の格闘技とも呼ばれます。第4問。これ何のスポーツ？正解はゲートボール。門球と読みます。ゲート、門に球を通す競技なので門球と書きます。第5問。これ何のスポーツでしょう？正解はアメリカンフットボール。外球と読みます。鎧のようなプロテクターを着て行う競技なので外球と表記されます。第6問。これ何のスポーツ？正解はゴルフ。高球と読みます。打球と呼ばれることもあります。第7問。これ何のスポーツ？正解はドッジボール。気球と読みます。投げてくるボールから逃げることから飛球と書きます。第8問。これ何のスポーツでしょう？正解はバスケットボール。ローキューと読みます。カゴにボールを入れる競技なのでローキューと書きます。第9問。これ何のスポーツ？正解はバドミントン。無球と読みます。羽のついた球を打ち合うことから無球と書きます。第10問。これ何のスポーツでしょう？正解はバレーボール。配球と読みます。手で押して開くという意味の配が使われているなど複数の説があります。第11問。これ何のスポーツでしょう？
正解はハンドボール、送球と読みます。ハンドボールはもともとボールを送りながらゴールを決めるスポーツだったので送球と書きます。第2問、これ何のスポーツ？正解はビリヤード、銅球と読みます。銅は突くという意味の漢字です。第13問、これ何のスポーツでしょう？正解はホッケー、上級と読みます。杖を使う競技なので上級と書きます。第14問、これ何のスポーツ？正解はラグビー、投球と読みます。まさに戦う競技なので投球です。第15問、これ何のスポーツでしょう？正解はアーチェリー、要求と読みます。弓道などで使われる和球と区別するために要求と書かれるようになりました。第16問、これ何のスポーツでしょう？正解はラクロス、棒毛球と読みます。網のついた棒を使う競技なので棒毛球と書きます。第17問、これ何のスポーツでしょう？正解はソフトボール、 V 球と読みます。ベースを漢字に置き換えると V となるという説があります。第18問、これ何のスポーツ？正解はクリケット、板球と読みます。板状のバットを使う競技なので板球と書きます。第19問、これ何のスポーツ？正解はポロ、馬球と呼びます。馬に乗って行う競技なので馬球と書きます。第20問、これ何のスポーツ？正解はセパタクロー、投球と読みます。ヤシ科の動物である塔でボールを作ったことが由来という説があります。第21問、これ何のスポーツ？正解はボクシング、拳闘と読みます。拳を使って戦う競技なので検討と書きます。
第22問、これ何のスポーツ？正解はボーリング、直球技と呼びます。10本の柱、ピンを使う競技なので直球技です。第23問、最後の問題です。これ何のスポーツ？正解はテコンドー、体験道と読みます。タイは踏む、飛ぶ、蹴るなどの足技を意味します。